山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます、山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。山中温泉橋田町で山中漆器を作り、金継ぎの仕事をしている八木茂樹さんにお話を伺いました。茂樹さんは子供の頃から物を作ることが好きでした。高校卒業後、石川県立輪島漆芸研修所に入り、漆器の技法を学びました。茂樹さんの家は山中漆器を作っていたので、漆に体が慣れていて、ひどくかぶれることなく作業がはかどりました。漆芸研修所には外国から学びに来ている人がいます。そして国際漆店には世界から出展されます。麻布や和紙に染めてアクセサリーにしたりするのを乾漆、木を素材にして漆を塗ってお重や茶道具、日常的に使う食器などを作るのが漆塗り。山中漆器、輪島塗りと馴染みがありますね。茂樹さんは輪島で2年間学び、その後山中温泉別所で上塗りの修行をしました。ある日、お店に商品を納めに行った時に、重箱が壊れたので直してもらえないかと頼まれました。それがきっかけになり、直す仕事を始めました。修理は一からやり直す作業のため、素材の特性を生かして生まれ変わらせます。材質に合わせて金、銀、銅、プラチナを施します。欠けたり割れたり、ひびが入っても直せます。錆漆を塗る、樹脂漆を入れるなど、直し方も様々です。大切にしてきたものを直して使う文化は日本ならではの良さ、外国からも評価されています。毎月直す品がおよそ60個届きます。近年、金継ぎが注目されているので、金継ぎ教室も開催しています。八木茂樹さんに金継ぎの相談をしたい方は、金継ぎ工房八木で検索してみてくださいね。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。